上泉氏は、日本の氏族の一つ。室町時代から、戦国時代にかけて、上野国桂中屋教上泉に勢力を持った一族。上泉の仏名を排出した家である。通説では、大御氏の一族とされるが、系譜上の関係は不明。上泉氏の系譜によれば、初代は、一式吉直の孫の吉秀。当時没落していた大御氏を復興させるため、 祖父、吉直の命により、吉秀が名跡を継いで王後に入ったことに始まるという。吉秀は王後氏を復興させた後、本来の王後一族に拠点である王後城を譲り、自らは市場の上泉城を築城し上泉氏を称した。以後は王後氏を補佐する立場を取り、王後氏が王後城を去った後も王後上泉周辺に勢力を保持した。 ただし、上泉生に改めたのは、のぶつなの時という説もあり、正確な改正時期は不明。また、出自は、一式氏と自称するが、遠祖一式義直は、単語一式家当主とは、経歴が異なり、義秀父の義春も、同様に、単語一式家の人物と別人で、上泉氏と一式氏の系譜関係は、はっきりしない。代々剣術に秀でており、 初代義秀は、剣術過剰流など、次週は、鹿島流、技行は、鹿島新東流を治めており、上泉信綱は、新陰流を開いたと伝える。衆院は、御法上氏に仕えたが、安綱の第二、越後の上杉氏に仕官して、米沢藩士となった。また、信綱三男の行行の家系が、名古屋上泉氏となった。同時代資料上に見られるのは、 長野市の軍政を記した、上野国群馬群美ノ和城主長野品の、守る有原の行政家臣録がまず挙げられる。下芝取りでの主に本国が、瀬田愚城泉という、上泉伊勢森規則が見える。また、永六四年の関東幕注文では、白井州の一員として、上泉大井之助が見える。なお同族とされる大御氏は、馬屋橋州である。警府は、 諸田政治、工芸剣術師による、一式吉直、吉春、上泉吉秀、次州秀継、信綱、石森幸綱小林雄綱衆,衆院、秀明重信康綱、義合州守秀綱、秀富、秀風、衆剣、秀継、秀継、秀あ州益、 習慣。特也ありがとうございます。